若宮正則はアナキスト、元共産主義者同盟赤軍派の活動家、愛媛県宇和島市出身、宇和島水産高校を卒業後を教して就職。その後、赤軍派に入り、中央軍の小隊長となる。1969年に大菩薩峠事件で逮捕される。発射後には、鎌ヶ崎へ向かい、1972年の、 暴力手配し追放かま崎共闘会議結成に参加。またラーメン屋を開業。1972年9月4日に水崎町発出所爆弾事件を起こす。1972年12月26日に逮捕される。極中で極中社組合を結成。1979年4月、増淵俊幸ら18人が土田、日赤。 ピース間爆弾事件で起訴されて後半中に1969年10月24日の警視庁機動隊長者爆破未遂事件の実行犯は自分であると証言した83年3月に上告を取り下げ京都刑務所に下獄。1986年5月懲役10年の刑期を終え京都刑務所を出所親族への挨拶回り帰郷を終えて 鎌ヶ崎に戻った若宮は、同年8月、極中社組合の活動で、交流のあった元極中社、そして新たに出会った、富さんと、新称された鎌ヶ崎住人を協力者として得て、労働者食堂を開く。店の入り口には、若宮の理念であり、アナキズムの命題の一つ、相互扶助と書かれた国旗が掲げられており、国旗は、 コゴアナキストの大島秀三郎から寄贈されたものであった。また、同年10月には、旧地の元赤軍派の仲間、労働戦線の友人たちなどからの看破を得て、食堂からほど近くに中古住宅を購入。その住宅を労働者が自由に出入りでき、宿泊ができる労働者の家と名付けて、自主管理空間の運営に着手する。1989年、若宮は、 食堂や労働者の家を維持するべく、肉体労働で稼いだ金を注ぐなど自己犠牲的に取り組んだにもかかわらず、鎌ヶ崎での主従の試みは気とした成果もほとんど得られることがなかった。理想が欠実することなく疲れと行き詰まりを感じていた。運動から距離を取り始めていた若宮は、同年9月より鎌ヶ崎を離れ、一時帰郷したり、全国を放浪して、 自然豊かな環境での暮らしを志向するようになっていった。その過程で南米での新たな人生を模索し始める。横浜、小飛吹町の土屋街で仕事を取り、仕事のない日には図書館で南米に関する文献を読み、南米に関する様々な側面を学習して知識を豊かにしていった。日雇い労働で渡航と滞在資金を貯めて、1990年10月に、 ペルーに渡る。同年11月14日、彼の地で激烈な武装闘争を展開していた、毛沢東主義組織、センデロルミのそのゲリラ兵士たちに胸部をナイフで刺され、滞在先家庭のペルー人2名と共に落命。去年45、鎌ヶ崎赤軍兵士は神谷生息物語 P13、P221、鎌ヶ崎総合年表 -1970、19年代。 鎌ヶ崎赤軍兵士は神谷生息物語 B221 ありがとうございます。